こんにちは、スパオです。今回は無印良品の新商品を中心に全部で16品ご紹介します。この時期を楽しく過ごせるグッズや夏らしいフレーバーの品がたくさん出てきます。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。まずは新商品からご紹介です。イグサスリッパとマライグサスリッパ。夏向きの通気性のいいスリッパが欲しくて夫婦で買ってみました。イグサというのが主に畳の素材として使われる植物で、吸湿性の高さと消臭脱臭効果があったり、特有の香ばしい香りがあります。さすがにこのスリッパからはプンプン香りがするわけではないんですが、素足を乗せた時のサラッと感は最高です。これね、夏場の風呂上がりには特に最高なんですよ。湿った足で布地のスリッパってあんまり好きじゃないのと、素足で歩いてたらなんかいろいろつきそうじゃないですか。その点このスリッパ最強なんです。妻のマライグサはイグサより一本一本太い分、より通気性の良さを実感できるみたいです。このマライは使っていくといい感じに飴色に変化していくみたいなので、その辺の経年変化も楽しみたいと思います。甲の生地の部分は麻とオーガニックコットン素材なので、つま先が空いているのもあってこの辺も快適に過ごせます。両方とも底面はポリエチレンで、滑りすぎず止まりすぎずのいい感じ。とにかく夏場はこれ超快適に過ごせます。強いて言えば結構ジャストなサイズ感なので、ゆったりめがお好きな方はワンサイズアップもご検討ください。続いてが蓋をしたままレンジで使えるフードコンテナ。発売してたちまち大人気になったのがこちらの商品。特徴の一つとして品名にもあるように蓋をしたままレンジで使えるところ。加熱時に発生する蒸気が蓋を押し上げてくれるようで、そこから自動で蒸気が逃げるという、パッと見普通なのにすんげー安なんです。また蓋も器も透明なので食材の管理がしやすいんです。中身見えないとつい長く冷蔵庫に居座ったりしませんか。その点無印のコンテナは見た目が怪しくなった時を見逃さないので、フードロス削減にもなりそうです。そして特徴3つ目、種類がめちゃんこ多いこと。長方形型と正方形型で全部で6種類あるので、素材や用途に合わせてセレクトできます。あと凹凸が少なくて洗い残しが少なくて済むのと、乾きやすい点も見逃せません。今回この180ミリのサイズでご飯を冷凍したいと思って買ったんですが、スタッキングもしやすい分庫内で場所も取らずいい感じ。こういうコンテナってスタッキングとかの相性もあるので、やっぱシリーズで統一したいじゃないですか。無印のいいところは全国どこでも買えるので、買い替える時も便利なのと、とにかくバリエーションが豊富すぎるので、どんなご家庭にもジャストフィットすると思います。これを機に無印で揃えてみるのはいかがでしょうか。続いてがステンレスの姫フォークです。これを言っちゃなんですが、正直なくてもいいやつです。このフォークでできることは大体普通のフォークでもできます。ただこれがあると確実に QOL が上がります。食べ物を楽しむバリエーションも確実に増えます。まずもって見た目めちゃくちゃ綺麗ですよね。機能美というか無駄がないというか。姫フォークでも柄の部分から刺す部分につれて Y の字のように広がっているものもあるんですが、無印のは柄の部分と刺す部分の幅が一緒なんですよね。これがデザイン的にかなりすっきりしていて、卓上でも品を感じるんです。和菓子や果物が特に映えます。お客様用のフォークとしてもいいかもですね。はい、続いてがステンレスのアイスクリームスプーンです。これもいっちゃーなんですが、なくてもいいやつです。一応アイススプーンとあるんですが、巷によくある硬いアイスでもこのスプーンならスッと入るみたいなやつではないです。あれは熱伝導率の高いアルミや銅でできているんですが、今回のはステンレス。ただ私体温めっちゃ高いので、これでもそこそこ柔らかくすくえている気がするんですが、基本的にその辺の熱伝導的な効果はないです。ステンレスの特徴はとにかく丈夫で錆びにくい分、長持ちするコスパ最強なところ。この無印では先端の反り具合とこのフラットな面の口当たりが抜群にいいんですよね。もちろんプリンやヨーグルトなんかにも使えますし、先端が丸くないってだけでなんだかおしゃれに見えてしまうのは私だけでしょうか。使い勝手とデザイン系に作れたスプーンです。
続いてが無選別のレモンジャムサンドクラッカー。イタリア産のレモン果汁を使ったジャムをサンドしたクッキーです。私この手のジャムをサンドした何かが大好きで、無印のはもちろん大概見つけた時は買っちゃうんですが、今回のはちょっと珍しいレモンのジャム、濃縮果汁とレモンピールで風味を出してきています。ジャムというか固めの蜂蜜のようなねっとりとした質感なんですが、一つイタリアっぽいかなって感じたのがレモンピールのビター感。この一癖あるちょっとした複雑さが味の決め手です。クラッカーはサックサク食感、2枚重なっているのでより立体的な食感が楽しめます。クラッカーが裏表になっていたり、サンドの具合がズレにズレているものもあるので、その辺が無選別なんですが、何の問題もないですよね。とにかくジャムをサンドした何かが好きな人、ぜひチェックしてみてくださいね。はい、続いてがポテトスティックの塩レモン。じゃがいものホクホク感が残った低温で揚げたフライスナック、レモンソルトで味付けしているんですが、この酸味と香りが絶妙です。こういうの食べ過ぎないようにしているんですけど、酸味って食欲そそるじゃないですか。これ無理ですね、止まんないです。なんならビールも欲しい。結構酸味があるんですが、ポテトチップスではなくスティックな分芋の面積多いじゃないですか。つまりレモンの酸味と芋の量のバランスがめちゃくちゃいいんです。このパウダーがチップスにそのままついていたら、おそらく酸っぱすぎると思います。小さいパッケージなので騙されがちなんですが、 58g って普通のカルビーのポテチ1袋と同じ量です。食べ過ぎ注意ですが、私は確実に食べ過ぎました。次が香りを楽しむ炭酸水のグレープフルーツ&レモングラスとオレンジ&カモミール。これ今回の一押しアイテムです。この手の香り付けの炭酸水って香りとのバランスが結構難しい気がしているんですが、無印のがとてもいい風味に仕上がっていました。こちらは両方とも無糖です。グレープフルーツ&レモングラスはベースがグレープフルーツでレモングラス感は控えめ。このバランスが噛みってます。ちゃんとグレープフルーツ香るので、すっごい爽やかで飲み心地がいいです。お酒の割り材なんかにも良さそうですね。オレンジ&カモミールは少しばかり香りが控えめ。確かにオレンジの香りもするし、カモミールの香りもするんですが、若干どっちつかずな感じが私はします。なのでおすすめするならもうグレープフルーツ&レモングラスですね。これ本当に美味しいです。私以上に妻がドハマりしてました。フルーツとハーブの香りでリラックス効果も抜群。紅茶もいいですが、香るソーダもいいですよ。はい、続いてがポテトチップスのレモンペッパー味。夏らしいレモンシーズニングをまぶした季節限定のチップスです。先ほどのポテトスティックと比べるとレモンの酸味は控えめで、代わりにガーリックとブラックペッパーの風味が顕著に感じます。ペッパーのおかげか、食べた後ほんの少し口の中がホカホカするんですよね。ちなみにこのポテチ、あのわさビーフで有名な山吉製菓さんが作っているんですが、なんというか味付けの感じがどことなくそんな感じがするんですよね。わさビーフはベースのビーフの味付けにわさびのシーズニングが乗ったような味だと思うんですが、このレモンペッパーもベースはガーリックやチキン系のパウダーの味で、その上にレモンのパウダーが乗っているような味なんですが、この2段構えのような味はやっぱり山吉製菓さんらしさを感じてしまいます。まとめるとこれも止まらないやつでした。ご飯食べた後にもかかわらず止まりませんでした。たまにカルビーあたりから出てたりしますが、レモンチップス自体結構珍しいんです。この爽やかな風味、ぜひ今のうちにお試しくださいね。はい、続いてがレモンマシュマロ。レモン果汁を使ったゼリーをマシュマロにねじ込んだフルーツ風味のマシュマロです。さっきのクラッカーとは違って、こっちのレモンは甘めの風味です。というか毎回思うんですけど、マシュマロの中に入れようとするとやっぱりこの量が限界なんですかね。ゼリー少なすぎます。もっとレモン感感じたいっす。マシュマロ自体も何の不満もない美味しい味ですが、もっと量があったら嬉しかったです。ちなみになんですが、マシュマロ冷凍すると結構美味しいんです。マシュマロの種類にもよるんですが、甘さがそこそこあるのでカッチカチにはなりにくく、むっちり食感になるかサクサク食感になるか
マシュマロの種類によっていろいろな味が楽しめるので、もし余ったらやってみてください。凍らせた方が好きっていう方一定数います。はい、続いてがゆず入り博多地鶏の肉味噌。ご飯のお供に嬉しい肉味噌、無印では嬉しい無花鳥の味噌が販売されています。肉感は控えめなんですが、なんといってもこの味噌の特徴は柚子の爽やかさとダブルの味噌。米味噌だけでなく麦味噌も入っているので、どことなく香ばしい風味がするんです。となれば本領を発揮するのが焼きおにぎり。これからの時期は焼肉やバーベキューの時期じゃないですか。醤油おにぎりも美味しいんですよ。ただあれ上手にやらないと結構ボロッボロになるじゃないですか。味噌系だとその辺の心配もないですし、何より味噌ならでは麦味噌特有の香ばしさがまたうまいんです。もちろんこの他にも冷ややっこにかけても抜群に美味しいんですが、アレンジレシピのおすすめがマヨネーズと合えるディップソース、きゅうりや人参などの野菜スティックが劇的に美味しくなるほか、お肉につけてもぶっ飛びます。総じてこれかなりよくできた味です。それもそのはず、製造は創業100年以上を誇る九州は福岡の桜味噌さん。九州じゃ知らない人いないんじゃないでしょうか。ぜひお試しを。続いてがフライドミックスベジタブル。かぼちゃとじゃがいも、人参にインゲンの4種類の野菜をカラッと揚げたシンプルな味付けのスナックです。味付けが本当にシンプルなので、ほぼ素材の味です。カリパリッとした食感が心地いいです。他のメーカーでもこの手の野菜チップスってあると思うんですが、無印とは無花鳥仕上げなので、本当にシンプルな味付けですが、変に喉が渇くようなこともなく、なんだか罪悪感なく食べられます。とは言っても脂質は多いので食べ過ぎ注意です。作っているもみの木さんはフルーツチップや野菜チップを数多く生産されていて、会社独自の低温真空加工製法という特許製法で作ることで素材の味を引き出すのがとっても上手なんです。モンドセレクションで金賞を受賞した商品も多いチップスの加工には定評のあるメーカーさんです。つくづく無印良品はこういった小規模だけどこだわりの商品を作っているメーカーさんを見つけるのがうまいなって思ってしまいます。野菜チップスお好きな方も多いと思うので、ぜひ無印のチップスも試してみてほしいです。はい、最後にご紹介するのが国産米で作った塩麹。国産米の米麹と塩だけで作った発酵調味料です。もう言わずもがなな食材の風味や食感をパワーアップさせる下味付けにはぴったりの調味料です。2011年頃にかなりのブームになった塩麹ですが、一時スーパーの棚から消えたんですよね。なので使ったことある方も多いと思います。スパウト型なので手も汚さずスプーンも不要なのが何気に超便利。量のコントロールも比較的簡単です。肉や魚はもちろんのこと、野菜をつけたら浅漬けにもなりますし、ちょっと時間かかるんですが豆腐をつけてもめちゃんこうまいです。適度に水分が抜けてクリームチーズのような雰囲気になります。とは言ってもお肉とお魚につける人が多いと思いますが、肉質が柔らかくジューシーになるのでお弁当にもぴったりです。ちょっと料理に使いたい時なんかには便利なサイズの塩麹です。はい、いかがでしたでしょうか。今回の新商品はかなりのレモン推しだったんですが、気になる商品はありましたでしょうか。ナンバーワンはグレープフルーツとレモングラスのドリンクですね。スリッパも買ってから数週間経つんですが、かなり快適に過ごせています。皆様も日用品のおすすめがあればぜひ教えてくださいね。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは成城石井店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方はいいねやコメント、チャンネル登録をいただけるととっても嬉しいです。またヤフーやインスタグラムでも情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。